まずですね、あの渋沢さんの方に、旧暦、経歴を、教えてください。はい、まず小学校の2年生の時に、親が共働きだったんで学童保育通ってたんですよ。でそこの2つ上の友達がソフトボールをやってて、でそれでなんかこの子たちと土日も一緒に過ごしたいっていうのを聞いて入ったっていうのが最初のきっかけだったんですよ。あ、そうなんですね。はい、ちょっと裏エピソードなんですけど、実はあの母親が例えば準優勝ピッチャーで、サラブレッドなんです。それあんまり話してないですよ、ね、あんま話してないですけど。ですよね。そうなんですよ。あんまり知る人じゃない。ソフトボールの。え？びっくりやわ。バチバチの、はい。あ、そうなんで、はい。まあ、お母さんは本当にもう大学とかも行ってないんで、社会人の時にこうちょろっとやってた時に大学の準優勝したみたいな感じだったんですけど。まあ、それもなんか小学生本当に6年生ぐらいの時に初めて知って、なんかあの親子対決みたいなのあるじゃないですか。あ、はいはい、よくある。そうそうそう、あれでなんかやったらお母さん投げてて、え、はい、すごいみたいな。でなるっていう。え、家でなんかちょっとキャッチボールするのはなかったですか？全然なくて、なんかうちは基本的にもあの送り出したら送り出してで、はい、口出ししないみたいな感じの家庭だったんで、はいはい、口出しも別にされず。はい、なんかいざやってみたらなんかめっちゃ投げれるみたいな。何それ、めっちゃびっくりですやん。それは最初ありました。じゃあまあ、え、 お父さんは何かとかないんですか？あ、お父さんもちょろっとだけソフトやってて。ああ、なるほどなるほどなるほど。あとバレーボールもちょろっとやってた感じです。ああ、なるほど。ただその小学校の時始められて、はい、で、中学校も地元に。あ、そうですね。あ、でも中学もあのストレートに上がったらソフトボールなかったんですよ。ほう。なので、隣町 の、はい、あの山一つ越えて15分ぐらいチャリでかかるところに、はい、あのわざわざ住所変更してそっちに通いますみたいな、そのなんか高校の名門校みたいなことをすると思って、高校野球の中学からやって、でそれで強豪校に通ってました。あ、中学校は結構強豪校。はい、あの、全国ベスト4、全国ベスト4。全国ベスト4。軽くベスト4、なるほど、なるほど、すぐ。で、そこでまあベスト4まで入られて、はい、で、こう、で、高校はどちらで？で、ここが創志学園に。あ、そうですね。はい、はい、はい。行ってたので、はい、はい、はい。その時も、2期生で、あの、創志学園ができたばっかりだったんですよ。はい、新しいですね。新しくて、ソフトボール部と野球部とかを強化しようみたいなタイミングで、はいはいはい、で、たまたま中学生の時に、練習試合で高校生とかとやってた時に、はいはいはい、創志学園の監督が見つけてくれて、はいはいはい、で、それで、あの、国体で、来ないかみたいな話で、全国ベスト4からの特待。そうですね。言うてみたいですね。実は私あの中学の時エースじゃなかったんですよ。え、そうなんですか。はい。一人ピッチャーの子がいて、はいはい、その子あの本田にも行くぐらい、あの強くて来てたぐらい、めちゃめちゃレベル高い子で、ほうほうほう、超ライズボールが投げれる子だったんですけども。で彼女とこうずっと競ってて、まあ、たまに抜かしたり抜かされたりみたいな感じで、はい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 、最後私センター守って6番ぐらい打ってましたよ。あ、そうなんですか。全然イメージが。そうそう、なんかもうイメージで言うとそのままエースでベストまで行きましたみたいなイメージですけど、全然花咲いてなくて中学。引退しようと思ってました。あ、もうやめようと。やめようって。はい、で続けようと思ったのは声かけがあったからですか。そうなんですよ。なんか当時ちょっと話長くなっちゃうんですけど、なんかエディックっていう塾があって、それが創志学園があの系列みたいな塾からできた学校なんですよ、創志学園。あ、そうなんですか。それであのその創志学園が私がこうエディック通ってるみたいなことを知って、はい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 、で私併願で創志学園受けてたんですよ。あ、その塾に通ってたから。はい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 。そしたらその併願の中の名簿の中から本庄春子を見つけて、はいはいはい、でそれで塾にまず電話かかってたんです。はい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 、それで塾から私の方に特待で取るって言って。頼みましたね。突然。特待で、はい、あの、まあ、取るみたいな話があるけど、はい、もう
あの本庄さんそっち行ったらみたいな話をされて、はいはいはい、で、実際にその受験は併願で受けてたんですけど、はい、併願で全部受け終わった後に最後宣願にしてなるほど行くみたいな、なんか異例中の異例です、ね、そうですねっていう話でした。なるほど、ちなみにその声かけたのはその女子ソフトボールの監督さんですか、監督の、ややこしいんですけど、はい、監督の、旦那さんが野球部の監督してて、はい、長澤先生っていう先生なんですけど、まあ、結構ソフトボール界にも有名な先生で、はい、その長澤先生の旦那さんの方が私のことを先に見つけてくれたんです。なるほど。でなんかもう絶対こいつ取った方がいいみたいな感じになって、なで、こう声かけてくれて、なんかすごいいろんな奇跡がこう相まって、本人やる気ありま、本人やる気ありませんと、そうなんですよ、やめますとやめるけど、なんか監督じゃないけどその旦那さんがたまたま違うルートで見つけてくるっていうそのなんでしょう、こう非常によくわからないルートから入ってくるっていう、はい、そうなんです。あ、まあ、そういう、まあ、ある意味運命みたいなのがあったんで、ね、だからずっと引っ張られてるような。でも入ったら2期生ってことは1校目の先輩しかいない。はい、そうです。あ、なるほど。でそこで、いきなりレギュラー。あ、でも全然あの一つ目の先輩にもあのピッチャーが2人いて、でその、 あの先輩たちと、まあ、競りながら、はいはいはい、あのまあ、たまに2番手になったりみたいな、まあ、エースになることはなかったんですけど、それで基本的にはもうリリーフで、はいはい、あの抑えに行くみたいな感じになって、でなんかこう私がなんだろうな、そのチームに対してめちゃめちゃ貢献できるようになった試合が、はい、あの中国地区大会の、3回戦くらいなんですけど、はい、その時にあのこうエースの先輩がもう結構ちょっと打たれてしまって、はいはいはい、で2点負けてる状態だったんですよ。まあまあ、そうなんですよ。でそこで私があのピッチャーで変わって、はい、でノーアウト満塁の状態なんですけど、そこから0点に抑えたんですよ。よう抑えましたね、よう抑えましたね。でそこから結構こう流れ変わって、結局みんなバッティングで返して、はいはいはい、まあ、優勝できたみたいな、なるほど、そういうのがあって、だからそこから私の中で の、 そのピンチがすごい楽しいっていう楽しい感覚がすごいなんか自信がついたんですよね。あ、そのノアドマネを抑えたっていうことが、そうです、そうです、そこがめちゃめちゃ自信につながって、あ、なんかこの感じでやっぱずっとやりたいみたいな、その0点に抑えることの楽しさみたいなところにどんどんハマっていって、やっぱリリーフが一番活躍できたな。ほら、それがあって、で、最終結果どうだったの？最終結果が、はい、あのインターハイ、日本一、はい、うわ、中学ベスト4からの高校も日本一、そうですね、いや周りにあんまり日本一の人いないんであれですけど、それはじゃあ日本一になって、はい、そこから、まあ、次のステップとしてはなんかそこからなんか大学、その前、そうですね、大学に立命館大学に入学したんですけど、はいはいはい、それも立命のソフトボールの推薦枠みたいなのがあって、それが3枠あって、はいはいはい、それの1つを獲得して、もう成績で一応、あ、なるほど、ほら、もう言うたら、ね、我々からしたら、もう夢のようなエリート街道を走ってるんかなっていう、いや、憧れですけどね、もう言うたら、僕なんて本当に。あんまりの特待生とは推薦に縁のないところで野球をやって大学ソフトボールやったんで、どっちかって言ったらそういうレベルの高いところより自分が出れるところを選んでいたいなところがあったんで、なるほど、まあ、じゃあそれを経て大学に入られたと。そうですね。で、まあ、海外でソフトボールをするからみたいな。そうですね。でその間